はい、こんにちは、カエルです。えっ、ー、と、今日はですね、6月17日の土曜日。 ですね、あの金曜日ね昨日ちょっと下落しちゃったんですけど金曜日の夜時点のやつを土曜日の朝集計してとか大変なんで今日の結果ね6月15日木曜日のねちょっと上がった時点の、はい、結果になってるんだけどもちょっとそういった形でねご紹介していきたいなというふうに思っておりますまあね S&P500 強気相場入りですね一番下落してからですね、まあ、20%アップということでですね年初来でねみんなあのテックも牽引して米国先進国オルカン日経トピックス全部上がってますよねでこちらの方はですね去年の一番底ぐらいだった 2022年10月1日からの配当込みでね、こう見てみると、999ですね、ナツダック100も上がってますし、日経平均のね、日経225も上がってますし、あとトピックスも上がってるし、オールカントリーとかね、VT のような、そういった ETF も上がってるしまあ、S&P500 もね、同じぐらい上がってるということで、全部ね、いい感じで上がってってるというような形になってます。総合債券のね、BND はこう横ばい、これはね、これでいいということで、こういった感じでね、なっていて、皆さんね、報われたんじゃないかなというふうに 思いますカエルのです、ね、ポートフォリオです、ね、こう見てみたいなと思っているとこんな感じですと。で、まあ、目指しているポートフォリオね、外国株、ほぼ米,米国を半分ぐらい。で、日本株15%。あと、債券ですね、総合債券、新興国債券入るとさえ、あと、米国優先株式もね、債券扱いにして、これでまあ大体20%ぐらい。あと、国内リート、海外リートで5%ぐらい。まあ、こうなっていてほしいなという形なんですが、ちょっとね、あのずれてきてるかなという感じですね。全部ね、VTI1 本、S&P5001 本とかではないので、 今回の上昇相場とかね、ちょっとね、通り逃すんですけれども、しょうがないかなというふうに思ってはいます。まあ、レバナスとかね、あの日本株とか頑張ってくれてるんで、引っ張ってってくれてるかなと思うんですが、まあ、配当金と株価の上昇、両方をね、うまく組み合わせて、えー、なるべくね、ボラティリティっていうんですかね、こう上下動もそんなに多く。 したくないという形なので配当も多くなっているとまあそんな形になっています現在のこう資産の状況ですねまあ2021年7月1日ですねまあ下落前の時点を100%として2022年ねすごい下落相場とかいろいろ大変だったんですけれどもそういった中で株価上昇円安と分配金積み立てで資産増加してますね決してこれはのパフォーマンスだけじゃなくて毎月の積み立て投資とか分配金の再投資も入っているので基本的にはね右肩上がりの基調になっているかなと思っていますまあそれ以来ね7月1日 2021年の7月1日から2022年の7月1日で大体10%ぐらい値上がっていて、次の7月1日でねもう10%値上がってくれてたら同じかなと思ったら、ね最近の S&P500 も上がったし、オルカンも上がってるし、先進国も上がってるし、レバナスも上がってるし、日本の個別株、ETF も上がってるという感じなので、一気にね130%超えみたいな形になってきてくれているということですね。ままだ上上上がががががるるるかなととと思ううんですけどっったたたららね下下い とねま結果ね。平均値が上がっていってるというね。ゴルフのスコアと一緒である日突然ね。すっごい上手くなるんじゃなくてやってる。うちにあのいい時もあれば悪い時もあればで、ね、平均値が上がっていくという形なのでね。まあ、そういった感じで、あのじっくり待っていきたいなという風うに思っています。はい、カエルの自己紹介ですね。都内の初路の会社にがっつり住宅ローン持ってます。あのこういったね。投資に関する自分で調べたこととか、そういったことをですね。こう発表していて、皆さんのね。参考になればいいかなと思いますので、ぜひチャンネル登録いいね。 コメントよろしくお願いいたします今ねあのチャンネル登録いいねはねおっしゃってもいいんでねはい <laughs> よろしくお願いいたします動画の説明欄でカエルのおすすめの紹介の書籍とかねそういったものをスタートしてますやっぱりね理論をねちゃんとこう読んでもると一個一個理解しようとすると大変なんでブワーって通読って言ってねわかんないんだけど全部読んじゃうで2冊目もそれやっていくとだんだん分かってくるんでねそういった感じで読んでみていただければなと思います動画はねこうあるんですよこう21世紀の初本みたいなんですねまあ、こういったものであの読むと大変なんだけど Amazon プライム のね、映画見るとこれ面白くねご本人が出演しちゃってるんでぜひ見ていただければなというふうに思います今日のトピック1日本株は長期投資に不要かということですね、まあ、最近はねあの上がってきてるからまだいいんですけれどもよくね証券会社のとかブログとかで株価が上がらない日本株より米国株を買いましょうの図っていうねダウンのは30倍だけど日経はマイナスだとかもう全然 S&P500 はすごいのに全然日本株上がってませんみたいなねそういうのがあってあとユーチューバーの人もねオルカンを買うにしても日本株は、ね 成長しないので、あのぞく日本を買いましょう的な、ねまあ、やつがよくあるんですが、これ、本当かということですね。こういうのはちょっと疑ってかかる必要があるということですね。別の見方をしてみましょうということです。じゃあ、S&P500 と DAO 平均と日経225とトピックスをね、長期で見てみたらどうなんだということです。まず上のグラフ、1950年の1月1日から S&P500DAO。 日経で、トピックスっていうのは実は歴史が浅いということで、その他の指標で見てみたいと思います。そうするとね、やっぱり S&P500 すごい上がってますよね。で、次ダウジョーンズがあって、次日経225なんですよ。飛び抜けてるとこ、1989年末ですね。その後にバブルがね、崩壊をしたというふうになってます。このね、どれだけこのバブルがね、異常だったかっていうのをこれ見るとね、よくわかるんですよね。そういったとこも含めて、長期で見てみると、そこまでむちゃくちゃひどくないよね。 って思いませんこう見ると、まあ、もちろん、ね、負けてますよ、アメリカの急、ね、成長には劣ってるけどなんかさっきのグラフみたいにもう全然増えてないみたいな感じじゃないんですね、これなぜかというと1989年、1990年ぐらいを起点にしちゃうとこのバブルの、ね、ほぼてっぺんあたりからスタートするんでそれは上がってないように見えるん。 ですよねやっぱりこの特に1989年から1990年あたりですねこの辺りからスタートして物語ってるグラフっていうのはすごい注意しなきゃいけないですね前のページのグラフって大体どこであるかというと米国株をだから買いましょう。 米国株は日本株なんかよりも伸びてるから、米国株を買いましょうっていう証券会社さんのページに大体あるんですよ。まあ、米国株の方がね、売買手数料とか取れるからなのかなって思うんですけれども、そういう感じになっちゃうんですよね。やっぱりああいうのを見たら、ちょっと疑ってかかんなきゃいけないんですね。で、さらにこのグラフを見てみましょうと。これはどういう状態かっていうと、2012年の1月1日からスタートしたらということなんですね。そうすると、日経22 5がね、まあ、最近の上昇はあるんですけれども、S&P500 をですね、アウトパフォームしてるんですね。この50 10%ぐらいダウに至ってはトピックスより下なんですね、まあ、最近ね急激に確かに日本株が伸びてるにしてもその前を見ても結構いい勝負してるじゃないですか2012年1月1日って確か日経平均で8500円ぐらいなんですねで今3万いくらとかになってますよねだからそれだけ伸びてるんですね日本株だって数字は嘘をつかないが人は数字で嘘をつく と言われてます嘘ならいいんですけれども本当に厄介なのは嘘ではないが真実でもないみたいなタイプですねどれもまあデータとしては正しいんですよね人にちょっと誤解を与えるような説明をねうまくデータを使ってやっちゃうということなんですね確かに嘘ではないなのでいろいろと見るといいかなというふうに思いますだからねカエルのこともね信じちゃいけませんよカエルがこのね切り抜いたグラフを使ってね日本株いっぱい買いましょうって言ったら皆さんね信じちゃう人もいるかもしれないので長期で見たり短期で見たりねどっちかが有利なところ不利なところで見て てて総合的に判断すするとといいいいいう癖をつけといた方が、ね、いいと思いますのでだからカエルは日本株は長期投資に向いてないか不要かっていうと、まあ、別にそういうわけでもない確かにバブルのてっぺんで買ったらああなっちゃうけど最近のアベノミクス以降だったら s p 500歳を上回るようなねパフォーマンスがありますので、まあ、よくよくねそういったところを見てみるのがいいと思います当然日本とかアメリカの文化の違い企業の強さとか製造業とかテック業とか何が強いのかっていうね産業のセクターとか見なきゃいけないかもし、ね、れないですけどね、はい,そういった なな形になっておりますトピックにですねあのスポットで買ったあの地銀のブル3倍 ETF どうなったというやつですね株式の、ね、10対1の統合があったんでカエルが買ったとが4.9ドルぐらいだったんですが10倍になって49ドルになって今63ドルぐらいになっているとでドル建てだとプラス29.85%になってますね999のナスダック100が伸びて次 S&P500 が伸びていてこれ g ーファムに引っ張られてますよね v i m がちょっとね下落しててなんかあれおかしいなと思ってる方多いかもしれない なんですがこの VFH っていう金融セクターのね、あのヴァンガードのやつを見ると同じような動きしてます。VYM は金融セクターが多いので、あの地銀の破綻の問題の時にね、ちょっと巻き添え食らったんですけれども、基本 VYM は大型株が入ってるので、そこに入ってる金融、ね、の株も大きい会社が多いので、そんな不安じゃないかなと思ってます。で米国賃金ファンドですね、KRE と IAT ですね、まあ、この2つっていうのは落ちていて、さらにその3倍のレバレッジがかかったね、DPST、ここまで下がってますね。 ドルぐらいで買ったので今ねプラス30%ぐらい伸びてますよということです1日で5パ以上平気で動く恐ろしいリスクがあるのでカエルがね買いますって言った時にじゃあ自分も買ってみようと思った人はまあ30パーねプラスあるのであのドキドキしちゃって怖いっていう人はもう売っちゃってもいいと思いますたらねカエルは youtube ネタ魂でもう少しまたね元本確保できたら抜くっていうことをねしてみたいなと思いますレバナンスの長期でね持ってるのとこれはね背負ってるリスクがね種類も大きさも違うのでまあこれはまた別途説明したいなと思うんです もね、米国のチキンファンドがまあ戻っていった辺たりでね、まあ、ちゃんと売っちゃいたいなと思います。で、まあ、このちょっとした余剰資金をね、ちょっとこういうのに投入して様子見るっていうのも面白いかなと思うので、次はね、長期国債レれば3倍のね、TMF シリーズですね、コメントで TMF どうですかみたいなのもいただいたんであ、確かに悪くないなと思ったので、まあ、そういうのね、ちょっとやってみると、エンターテインメントみたいな形でね、やってみるのもいいかなというふうに思っております、ではですね、投資インタクのパフォーマンスから紹介していきたいなと思っています。将来の定率売却に向けた資産形成を目的としています。 まず、積み立てニーサなんですけれども、現在はね EMAX スリム全世界を毎月3.3万円ずつ投入してきています。来年のね新 n されでは米国の割合を増やす構成にしようかなというふうに思っています。積みニてサなんですけれども、4ヶ月前はねプラス27.88%、3ヶ月前はちょっと下落して22.14%、2ヶ月前はプラス31%、1ヶ月前はプラス34%で、今はね41%という形で7%ぐらいに1ヶ月間で、ね、ドーンと上がってくれたという形です。まあ、先ほど言ったように米国のガーファーム ののねあの引っ張り上げてくれてるのとか、あとはそのオルカンの構成費上位の先進国ですね、日本、フランス、ドイツとかの株価指数がねやっぱり上昇してるんですね、えー、引っ張られて含め益が増大してるかなというふうに思います。ま,あ、まさにね、あの全世界に長期分散積み立てをしているという、まあ、そういった効果が出てきているというふうに考えておりまして、積み立てとね、並行だったのが最後ね、グイッとこう上がってくれてるのはね、すごい嬉しいですよね。では、この積み立て NISA、今でこそこの EMAXISSLIM 全世界オルカンに投資をしてるんですが、それも 昔買った EMAX ススリム先進国、楽天 VT の全世界ですね、日経 JPX、日経400、EMAX スリム新興国、分散してんだかしてないんだかよく分からない状態だったんですけど、まあ、結局ね、全世界に結構投資をしていたということですね。EMAX スリム先進国ですね、5年前に帰って、途中でね、あの3年ぐらい前に積み立てを停止したんですけれども、これがね、プラス80なんでで25%という形になってますね。まあ、当然ね、これ、安い頃に買って、最近の、ね、こう株価が上がっていくところで、 積み立ててて投資しななないいいいののでで株価がね最近の上昇すすごいプラスににっっるという感じになっていますこう見るとね、まあ確かにね、右肩上がりだったら一括投資がいいのかなって思うんですけれども、でも何があるかわかんないのでね、あのやっぱりドルコスト平均で積み立てていくというのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、楽天 VT 全世界もたくさん米国の割合があるので、プラス76.68%というふうになっていってくれています。え日清 JPX 日経400なんですけれども、まあこれもね、最近のやっぱり日本の株の上昇で含め益も上昇しています。あと日本 日本企業って配当金も上昇してるんですねなのでこの投資信託の内部で配当再投資して福利でね増えていってるっていうところもあるので今プラス58%になってくれてるとでまあ、新広告もね同じような理由でまあ、株価指数はねそれほど上がってないかもしれないんですが内部の配当再投資というもので福利が効いていてこちらも35.67%になってるかなと思ってます、まあ、オルカンもねしっかり上昇してるんで皆さんもねきっといい感じで軌道に乗れているんではないかなというふうに思いますでは特定定口座確年金ですねまあ引退後 この資産拡大定律売却を目指して積み立て継続中という形でねニーサーとだけではなくてもっとさらにという形で登場していますでいいマクシススリムですね s&p 500まあこれが主力なわけなんですけれどもやっぱりね米国の株価復活と円安効果のね含め益が増大中になっているという形ですこれね皆さんみんな最高益だわーとかってね嬉しいなっていうのが動画があってねやっぱねいい感じですよねただねこれ当たり前ですけれど米国が利下げしたりあとはその日本がねもし利上げするようになっ たら円高になるってていいうううのはままあ覚悟をししおきましょうということこですねもうちょっと前までね、110円でしたからね、今130円、140円まで来てますけれども、まあそれだけね、株価は下落する可能性があるという形なんですが、まあそうなったらね、米国株買いやすくなるから、まあ買っていきましょうということでね、まあそういった感じでいいんじゃないかなというふうに思います。で、二つ目、アイフリーレバナスがね、とうとう先月からね、一気に13%くらい、まあ,、まあ、あもうちょっと上がってますかね、15%くらい上昇してますかね、先月がマイナス1%くらいでしたからね、まあどうにかね、積み立て継続、 切りました、ねまあなのでこれはね引き続きねまだまだ上がってくれると信じておりますので期待したいなというふうに思ってますあと日清外国株式これはね先進国のファウンドで除く日本なんですけれどもえ確定拠出年金ですね企業型 DC でやってますこれがね増えてくれてるのが嬉しいですよねこういったあの企業型年金とか確定拠出年金あと IDECO は所得税控除になりますしあの年金なんで差し押さえ禁止財産なんですねですので、ね、まあもしね何かあった時もこれが老後の最終防衛 ラインとなっててくれているのでこれがね1つの目安の500万円を超えてくれたというのは嬉しいですし含み益もね48%を超えているというのはすごい良かったなというふうに思います。 で、は続いてですね、投資信託ではなくて ETF ですね。基本的に ETF は分配利回りっていうのを期待しているという形なので、日々の収入アップと資産成長ということを目的に買っております。では、米国 ETF を見てみたいなというふうに思います。で、このブルーのやつがね、あの大体こう、分配金が毎月出るので、それ再投資をしているというようなものになっています。こう見ると JPQ で,ですね、やっぱりナスダック100が中心なので、まあ、いい時にね、うまくあんまり意識してなかったんだけどもね、なんかいい時に買いましたよね。 なんですが今、時価総額が720万ぐらいになってるんですかね、で利益も、えー、日本円で換算するとプラス22%出ているという形ですね。j p a がね、テックが少ないので、守りが強めなんですが、この j, j p i と JEPQ でね、大体こうセクターを全部ね、カバーしてくれるので、両方持っとくとね、いいんじゃないかなというふうに思います。できっとね、j p q とか j p i を持ってるホルダーの人は、今月はね、両方ともね、減配しちゃった、心配なんじゃないかなと思うんですが、この j p q と j p i の仕組みが、その仕組みさえはね、株価が上がってると売却が安す 少なって分配減り株価が下がるとね、その仕組みさえとかのね、売却の金額が高くなって、配当金が増えるって、まあ、そういう形で助け合ってるという形の仕組みみたいなんですね。これはもうしょうがないと、想定通りであるという形で、まあ、トータルでね、資産が増えていってくれるというのを期待すればいいんじゃないかなというふうに思います。あと VYM と DGRW なんですが、VYM はね、金融とか、結構そういう固めのやつが多くて、DGRW はね、結構情報技術が入ってるんですね。なののので今回のテック系の上昇をちゃんと捉えてあの DGRW の、ね、上昇も嬉しいいなとううふうに思ってますあとドル建てだとね実はこの PFFD 優先証券と VWOB ですねこれがドル建てだとマイナス16%マイナス19%というふうになっていていまだに、ね、大きくマイナス。 利下げになると、やっぱりそのアメリカみたいに信用が高いのに、利回りがいい国があると、やっぱりそっちに行っちゃうというところがあるんですね。だからこういう新興国債券とか値下がってるんですが、まあアメリカがね、利下げになって、その利回りがね、ちょっと低下してくると、やっぱり新興国に戻そうかっていう流れが出てくるんじゃないかなと思いますので、今のうちにね、追加で購入できる時には、買っておきたいなというふうに思ってます。現在ですね、見てみたら、PFFD 優先証券ですね。で、こちらの方の分配利回りが、

あります。で VWOB ですね新興国政府債券が5.40%範囲ド社債が 5.57%TOTL っていう米国の総合債券なんだけどちょっとねあの利回りがいいやつ集めたやつが4.94%と魅力がキープされてますカエルのこの青いところを見てみるとわかるんですが超高配当か増配株価が上昇するっていうのにしてあるんですね株式の高配当で 4%5%6% っていうのを目指すとやっぱりねちょっと株価が不安 点な,なったりして増配と減配でわーっていちいち騒がなきゃいけないみたいになったりするんですよねでそうなるとこういう債券とか見てみてるとわかるんですけど毎月だいたい分配金毎月分配ですけどずーっと一緒なんですね気楽なんですねで増配とか株価の上昇っていうのはあんまりないんですけれども5%前後をずーっと維持してくれるのでなんか増配だ減配だって一喜一憂する株式の後輩とよりはこういうのを買ってもいいのかなとで長期に見て増配 を狙いたいたっていうのは VYM とか DJRW とか VIG をねやってだからすごい高配当欲しいっていう時にはもう QLD とか JPI とか JPQ みたいなちょっと仕組みさえみたいなねああいうのカバードコールとかを使って叩き出してるまあああいうのでね買っていくといいんじゃないかなというふうに思いますで最近ね何件か質問来てる SDIV とか DIV とかああいうとにかく全世界とかアメリカで配当金が高いやつだけ買っていくっていうのはわなメガをどんどん入れ替えてその 株価が下落してその配当金が上がってしまった罠銘柄を優先して組み込んでいくるという感じなので長期的にねあの分配金を上回る株が下落してしまったりしてしかもその配当金は税金取られるんですよね手数料も取られるしだからもうちょっと意味分かんなくなっちゃったりするのでそこら辺はねぜひあの注意して見ていただければなという風に思いますではですね日本株ですね先ほど言ったように全世界で足を引っ張る日本は除くって言われてますけれどもそれ本当ですかっていうのは先ほどの通りなんでねこれぜひね自分で 意見とかいろいろある方もいらっしゃると思うので調べてみていただければなと思います。買エルは、ね、この国内 ETF3 銘柄、グローバル X の3銘柄ですね、スーパーディビデンド、グローバルリーダーズ、日経225、カバードコイルね、これはまあなんかグローバルリーダーズが、ね、すごい伸びてくれているので、いい感じで徐々に含み益が出始めてくれているかなというふうに思います。で個別株は高配当のつもりが含み益もすごいですよね、特に三菱商事はまあ最近の商社株とか、バフェットさんが買うっていうのですごい伸びてますよね。あとは金融株です 三井住友フィナンシャルとか東京会場とかね、まあ、こういったところも108%とか86%とか伸びてくれていると。 やっぱりこういう景気敏感の、ね、金融セクターでコロナショックでドカンって落ちた明けぐらいのちょっと上がった頃に、まあ、買っとくかと思ってねなんかあんま隠しまなかったんですけども買っておいたというのが今に生きているのでやっぱりねこういったところをうまく拾えるとすごくいいなというふうに思いますあの個別株なんで今月ね配当金がねあのすごい出てくるので、まあ、すごい楽しみにしたいなというふうに思います続いてリート系ですねまあこの J リートですね未来ユナイテッドアーバンケネディクススタージャーマリオモタカラレーベンこれはね結構浮き静 あるんですよものすごい上がったりものすごい下がったりもしないんですがこうプラスになったりマイナスになったりっていうので、ね、価格変動していってくれているんですけれども毎月ね分配金が出てくれているので嬉しいなというものになっていますで次買うのはねだいたい時価総額が65万円 から70万円ぐらいの時に、えー、宝カラレーベントねケネディックスがまだ50万円台という形になっていますので、次ね、えー、権利付き最終日、配当落ち日が8月末でね比較的近い宝カラレーベン不動産をね、あのちょっと周りのこうリートの比率に合うようにちょっと追加したいなと思います。あとね、長年というか数年間ねお世話になった SRET ですね、グローバル X のスーパーディビデンド世界リートですね、世界のリートの高い図でかき集めたというやつなんですけど、これね、毎月分配でね、 やっぱり年利8%ぐらいあるんでいいなと思うんですがやっぱりちょっと全然株価が上がらないんですよねでやっぱり D とって米国株と同じぐらいね結構上昇したりっていう株価上昇もあるんですけどもう全然ダメだったんですねなのでやっぱりちょっとねここは王道の四半期に一度の分配金になるんですがスパイドのダウジョーンズの RWR、まあ、ですね、まあ、こっちの方にしようかなというふうに思っていますですので先ほどね SDIVDIV もそうなんですけどこの グローバル X ね、スーパーディビデンドって付く銘柄はちょっとね、皆さん注意してくださいね。ただ先ほどね、日本株のスーパーディビデンドあるんですが、あれはね、セクター分散とかしていたり、比較的、こう、ちゃんと銘柄選定してるんで、結構買えるはね、いいかなと思って買ってるんですけど、米国 ETF のスーパーディビデンドって付くやつは、ちょっとね、注意して、銘柄のね、株価の動向とかをちゃんとね、長期で見ていただければなというふうに思います。ということで、まとめになります。期間投資家のね、年末時点の予想って何なんだろうなって思いますよね。月初 年末 S&P500 は3000ポイントだ3500ポイントだまあすごいもうコロナショックぐらいまで落ちるとかね言ってたのが急にねいや年末は株価が調子良くなってくると4500ポイントぐらいまでいくんじゃないでしょうかみたいなねプロの方もねそんな1年前に完璧に当てらんないから状況に応じてね修正していくっていうのは分かるんですけれどももうほんとねガンガンね状況に応じて予想をね変えていっちゃうという形なんでねあんまりねこう信頼しないでいいんじゃないかなのモルガンスタンレーのなんとかさんが下がるって言いましたとか 偉大な投資家のなんとかさんが下がるって言いましたとかってね、もうそういう予想をね、もう月に1回ぐらい、ボン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 やってるんで、あのそれに振り回されてたらね、もうきりがないんでね、あんまりまあ話半分で聞いておくのがいいんじゃないかなと思います。で、一旦ね、6ヶ月に利上げは停止しましたよね。パウエルさんはね、調子に乗ってまた株がバンバン上がってインフレになるところもあるから、あと2回ぐらいやるかもよみたいなね、いうふうに言ってるんですけども、それは本当にやるかどうかはもう神のみぞ知るなんで、あんまり気にせずにね、淡々と買っていければなというふうに思います。やっぱりね、順調にね、 予想よりもインフレが収まってないとはいえやっぱりインフレ率はどんどん下がってはいっているので、ね、順調に収まっていって2%になってくれたらいいなというふうに思います為替も、ね、どうなるか分かりませんけどね、まああのブル3倍とか買ってるのに淡々ととかっていうのは説得力ないんですけれどもねあまりこう周りの意見に左右されずにやっていきたいなというふうに思います夏ツダックくとかレバナスね買ってた方は阿炎共感の下落時にねほら見たことかって言われた時に積み立て購入ホールドした人がいい感じになってるんじゃない ないかなというふうに思います。あの時ね、ほらう,うんないから下がってんだって言われて、今になってね、上がってもうかなり上がった後に、まあ今頃かね買うと遅いんじゃないみたいなね、<laughs> そういう勝手なこと言う人多いんですけれども、やっぱりねああいう時に買ってた人がね今良かったと思うので、まあ指数のね長期上昇を信じるなら自分を信じて頑張るとえボーラカオリに負けんなっていう話ですね。ナスダック100みたいなアップルとかマイクロソフトとかスタバとかね、NVIDIA とかあ,あいうのが入っててねそういうの信じてるんだ。 たらもう買っとけ、持っとけっていう話かなと思います。あの当然ね引退のねあの老後の資金にっていう時にあんな。 ね、動き激しいの持ってると怖いので、ちょっとね、それはあのリスクがね、低いものに移せばいいと思うんですが、それまでにどーんとやっぱりねあの、ちょっと上げて、一部はね、あの投資したいという方は、一部ね、持っておけばいいんじゃないかなというふうに思います。で、何気にね、カエルの銘柄は株式との相関がまだ高いんですね、あれだけ社債とか、いろんな国債とか、リートとかやってるんですが、それでもね、やっぱり相関が0.7とか0.465とかあるんですね。あの相関がゼロとかマイナスのものが実はなかったりすると。でまあ、そこまでで、ね、長期で見れば上がるんだ からっていうその長期で持ってれば上がるんだからっていうリスクはそのドルコスト平均で購入単価を下げるのと配当再投資で複利で増えていくっていう話なんですよね。でそれで増えて3000万5000万6000万になって20%下落したらやっぱりマイナス1200万とかドーンと食らいますので、まあ、それがねまだ若いうちだったらいいんですけども老後資金で取り崩してる時にそんなこと起こると怖いので、まあ、そういうときにはリスク分散でね。資資産が増えて投資新宅で副明記 が増えたとしても下落リスクはでかくなってるっていうことをね認識して元本割れリスクの話と株価変動によって食らうリスクっていうのは別なものですよというのはまあ理解しながら老後資金の取り崩しのフェーズに向けてちょっとねこうリスクを低めのものにやるとなのでカエルもねそういった形でやっぱり短期米国債 VGSH とか中期米国債 VGIT とかねそういうのに入れておくのもいいのかなというふうに思っておりますまあ年末のねリバランスの時期にちょっと考えようかなというふうに思ってます で次回の動画はね、レバナスをやってみようかなと思ってます。まあ、盛り上がってきたんでね <laughs>、やってみたいと思うんですけれども、今一度ね、よく国が注意喚起してますよって言うんですけど、それ本当かと。あの4ページくらいの PDF なんですよ。で、ちょっとアップデートもされてるんですが、それ最終版をね、ちゃんと見ると分かるんですけど、本当にレバナスのことを言ってんのかというのはね、ちゃんとね、見てみたいなと思います。あと、グロース投資の中では、安全なんじゃないというふうに思います。でいや、カえるレバナスを安全って言ってるバカなんじゃないかなと思った方。 あのそのグロース投資という中で今ねレバナスはだめだよねって言いながらいやテスラとか NVIDIA 買いたいんですとかね言ってる人がいるとしたらぜひですねレバナスのその米国 ETF とまあ同じような動きをしている QLD っていう ETF とテスラと NVIDIA とあとネットフリックスとかメタとかね あそこら辺を並べて株価の変化、満ちてくださいね。見てみてくださいね。あの、何が本当に危険かっていうのが分かりますと。あとは仕組みを理解するということですね。まあ、こういった形でね、あの別にレバナスを参加して、レバナスに全力投資みたいなね、奇妙な <laughs>、レバナスに全部ぶち込みましょうみたいな、珍妙なことをね、言うつもりはなくて、あの、一部5%、10%とかのね、一部を入れたらパフォーマンス上がりますよみたいな、そういう紹介したいなというふうに思ってます。ただね、レバナスっていうのをね、入れただけでね、低評価増えるんです よなのでね、これちょっと悲しいんですけれども、あの別にね、レマナスやりなさいじゃなくて、レマナスを正しく知りましょうっていう動画にしたいと思うので、まあ、低評価もまあしょうがないかなと思うんですけれどもね、はい、そういった形でやりたいなと思います。はいということで、本日は以上になります。投資は自己責任であくまでもカエルの個人的見解となりますので、ぜひね、先ほど言ったように、ぜひ私のことをね、ぜひすごく疑って、自分でいっぱい調べるということをやってみていただければなと思います。ババイバイ